型式番号 GATX105E、 モビルスーツストライクノワールガンダム。 X105 ストライクをユーラシアのアクタイオン社が改造。パワーエクステンダーの搭載、 OS のブラッシュアップにより完成したストライク E に専用のパックノワールストライカーを装着したものである。ノワールストライカーに大型のウィングと武装を一体化したことで単独飛行が可能となった。ビームブレードの装備により格闘戦力も強化されている。近接戦闘用にはビームライフルショーティーやロケットアンカーを使用。ファントムペイン所属のホアキン隊が運用。スウェン・カルバヤン中尉がパイロットとして乗り込んだ。 DSST トロヤステーションを襲撃したストライクノワール。闇のごとき漆黒の機体はスターゲイザーダッシュのための戦いを挑んだのであった。